最初あの、まあ、レクイエム、まあ、あの分かりやすいんですけれども、まあ、レクイエムっていう形にしようと思ったんですけれども、弾きながら持ってるうちにものすごく夜というイメージになって、あの夜にすごく何かを守ってるような気分に私がなったんですね。それであの、まあ、ノクターンっていうのはあの、まあ、野草曲で、まあ、クラシックであるんですけれども、まあ、その夜に思いを馳せるという意味で、最初、まあ、最初はそのレクイエムだったんですけれども、どちらかというとその夜のイメージということで